川崎の今シーズンの初黒星はこの福岡ということになったわけでありますが、まあ、リーグ戦無敗が30試合でストップということになりましたが、中村縦にいいポストだ、そのままシュートは取らない、キーパーともつれるようにフアンマ倒れる。ゴールキーパー沖、フアンマと山岸ですかね、いいコンビネーションでしたね。あ、手かかってますね。山岸ポスト決めることができませんでした。緩いボールをあえて選択、左の隅を狙いましたがポストがこれを叩きました。これペナルティーキック、すごい触ってるかもしれないですね、触ってるかもしれませんね、これね、はい、蹴った山岸、触ってるかもしれません、はい、いずれにしてもポスト、まあ、おそらく山岸の蹴り方を見るとゴールキーパー、アビスパがすぐにボールを取っては攻めに入ります。金森渡す、金森中に入る、スルーも加わっていいボールだ、シュートへ、先制、クランマ決めて1対0。パス入れたんですけど、この2人の関係良かったですね、まあ、あの山岸のところでボールが入った時点で、まあ、鹿島の常本は、そして上がっていた湯沢は前に行く、湯沢のスピードが勝ちました、シュートへ、ベストゴール、クランマ今日2点目。カップルのプレーなんですけれども、サイドチェンジが来てここで金森と、これ2対の状況ですが、ワンツーですよね。でそのまま右足クロス、いいタイミングで入ってきた、面白いですね、はい、このツートップは。さあファンマも中にいる、もちろん山岸もいる、山岸ゴール3点目。ですからファンマに引っ張られて、その後ろのスペースが空いてたんで、まあ、そこにこう速いクロスが入ってきましたから、これはもうディフェンス対応できないですね。クロスボール、一度弾いたのは七、正面からピツカー、いやー最後は角が出た、エンド、マラキシュート、ハンドはなし。これ改めて橋本さん、はい、分厚い攻めですよね。そうですね、今フリーでしたね、はい、アディショナルタイムは6分です。点差が3点です。そして長いホイッスル、アビスパ福岡がリーグ戦3連勝、そしてしかもそれは3試合連続のクリーンシートということになりました。サッカーを愛する全ての皆様へ、 J リーグはお客様にスタジアムで安心安全にご覧いただくために、新型コロナウイルス感染症予防対策を徹底しております。これからも皆様にスタジアムで全力のプレーを、熱気を、臨場感を、一体感を感じていただくために、 J リーグは対策を徹底します。スタジアムでお待ちしています。